From the DP Dave. はい。今日はちょっと、山本太郎論について。ああ、そう。山本太郎さん、突然出ましたよね。あ、出たね。あれで、小沢一郎さん、元首相が、本物の政治家が。小沢一郎って元首相だったっけ？そうだよ。そう。だよね、小沢さんってね。多分首相にはなってないんじゃないかな。まあ、でも有名ね。黒幕みたいなね。小沢さんが、野党共産党から、立憲から全部取りまとめて、野党共闘で言って、山本太郎を顔にして、宇都宮は出ないっていう話が出てたんだけど、つまり、小沢さんが走り回っちゃうんですよ。ははで、それを、野党統一候補じゃないっていう、令和っていうわがままで蹴って、でそうしなかったら次期総理っていう道もありえたんだよ。ああ、そう。当然、票は逼迫してただろうし。あ、でも都知事選でしょ？都知事選。あの時に、そういうこと言わなければ、今頃違ってたんだよね。ああ、そうか。じゃあ、山本太郎首相にしようっていうふうに、政権交代して、やることができて、そしたら山本太郎はやりたいことがやれたのに、それを、ちょっとしたわがままで出なかったっていうね。そういうお話がありましたけど。でも今ね、ちょっと沈んでるからね、山本太郎も。あ、そうなの？沈んでるのかな？ラジオとかやってるみたいな。あ、ラジオやってるね。まあ、やってるけど、やっぱり、ねえ、一致団結してやらないと難しいよね。ああ、まあだからさ、他の野党がさ、消費税廃止とかせめて 5% ぐらいのことをさ、簡単なことを言わないからでしょ。いや、総理になればできたかったから。ああ、総理になってからやりゃいいと。そうそう。でも総理になるのはまたさ、山本太郎もこれも言ってるけどさ、5年後10年後みたいなさ、感じでさ、それじゃあ間に合わんでしょっていうふうなこと言ってるでしょ。そう今すぐもう消費税を廃止しろとか言ってるわけでしょ。だからそれを通したがために消費税廃止が遅れるというね。結果としてね。あ、結果としてね。ね、菅やりとか麻生とか給付金を出さないとか言えちゃうようになってるわけですよ。みんなでもなんで消費税っていうことをなんか野党は避けるの？もっと言、まあ言ってたりもするけど、その令和ほど言わないでしょ。いや、ここぞという時に言うんだよ。いや、なんかもっと言えばいいのにね。だから山本太郎の言ってるように柱にすればいいのになと。いや、でも公明党だって言ってるよ。だからなんかね、ね、逆に公明党に言わせといていいのですかっていうふうなさ。いや、逆に山本太郎は公明党にやらせてもいいと思う。そうだから山本太郎ね、私欲がないからね、別にね。だからいいんだけどさ。でも総理になってくれないと困るんだよね。まあそうね。だから総理になるには、今すぐの車が与えたとか、本当だったら野党統一候補で次の選挙戦えたかもしれないのに、じゃあ消費税が簡単にやめられるし、いや、僕はね、他のもう野党にね、不信感持ってるよ。いや、でも玉木さんも昨日テレビで、給付金配らないのは何ですかとか、志位和夫さんも、オリンピックなんてどうやってやるんですかって、ね、ちゃんと報道されてるから、ニュースで。そうね、ポツポツはいいことは言うんだけどね。ポツポツでいいんだよ。それを取りまとめて、やむったら僕はやればいいやかな、あと、立憲民主党が邪魔をしてるんですよ、多分。まあ、僕の考えでは、ね。立憲は、消費税 5% っていいですよ。選挙の勝手が、あれだってあの人たちもともと緊縮派だからね。だから何だっけ、無駄 なんかダム建設をやめさせようとかさ、無駄をなくすことをすごいやったじゃん。まあ本当の無駄はなくしてもいいのかもしれないけどさ、要は
麻生セメントに入ってくる、麻生グループに入ってくるセメント代がどんどん、うん、あの談合で、もう商売が売れて400億円の利益を出してる、うんうん、まあね、あるうん、麻生さんとかね、二階さんとかね、早くやめてほしいよね。そうそう、定年なんだからさ、だからなんかもうあんまり野党に期待できないから、あのね、自民党内の若手にね、クーデターを起こしてほしいよね。あの二階に申し出たらしいよ。あ、そうだね。そんな老害に政治任せどうするんですか、ね、うん、そうだね、うん、逆にあの山本太郎が立ったら40代の総理だよ。経済もどんどん上がっていくと思う、うん、自殺者も減ると思う、うん、山本太郎がどうこうというよりも、うん、国民がダメなんでしょ今こういう状況になってもみんな選挙にもまだ行かないって感じで、うん、日本国民がね、はい、生ぬるいからね。だから自民党生かしちゃってるんだよ、うん、ずっと自民党で来てますから。だから小田さんが総理になった時に、うん、自分の身内から総理になったのがあったんだよ。それであの自分の身内から詳細の言葉を受けるんじゃなくて、野党から免許を求めてたんだよ。あ、そう。その方が国のプラスになるから、うん、そういう意味ではあの、まあ、素晴らしい政治家だよね。小沢一郎はね、中国にちょっとねすり寄るからね、あんまり好きじゃないんだけどね中国にすり寄る、まあいろいろあったんだよ昔、うん、全員がね、納税やめますって言ったらどうなるかって話だよね。うん。うん。今年は一切税金払いませんっつって。ああ、そうね。1億人が。バカバカしい国だからね。うん。だって、何にもしてくれないじゃんっつって。だって国のお金を預かってるだけでしょ、うん、政治家っていうのは。うん。ね。うん。だから、国民を救わずして何のための政治じゃっていうふうに。そう、麻生セメントを儲けさせるためのそう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 、企業の人になってくれればいいよ。別に企業で競争で勝ってくれればいいけど、そう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 、コネクションでね金を儲けようっていうのはね、うん、ダメじゃんそんなの。でもさ、うん、なんか、まあ、二階さんはいるか分かんないけど、うん、麻生ファンっていうのはいるんだよね。麻生ファン、うんうん、あのなんかニヒルなところが好きなのかな。漫画を読むとか言ったらね、受けちゃってね、バカじゃないの、うん、と思ってね、うん、カップラーメンの値段知らないんだよ。ああね、うんうんうん、カップラーメンなんて400円ぐらいだろうって。ああ、うん、カップラーメンね、100円とか200円100円だよ、うんうんうん、カップラーメンしかもう食ってない人とかいるんだからね。そうだよ、うん、大変だよね、うん、そういう世の中にしてんだから、うん、で自分はアソーセメントと、うん、アソーグループと、うん、あと4000万副総理大臣、うん、うん、一緒にやったら4億ですか。もう金いらんだろうってあんたらはね、うん、うん、欲しいんだよね。あ、うん、10万円つっても一晩の飲み代ぐらいにしか考えてないんだよ。 あの2人を下ろすしかないでしょ。もう下ろすしかないね、うんうん、まあいろいろ政治に詳しいようですが、そこら辺の情報はどこから得てんの？YouTube、 あ、 YouTube ね、うん、あ、うん、YouTube でいろいろ調べてる人がいるから。 YouTube で何の番組見てる？うん、一月万札。あ、一月万札ね、うん、一月万札最近オリンピックのこと言ってるね。そう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 、オリンピックなんかできっこねえよって。だってみんなそう思うでしょ。あ、どう考えてもね、うん、だって外国から選手が来ないでしょ。そうそうそう、うん、僕はなんかさ、コロナがなかったとしてもさ、もう夏のオリンピックとかもうやめた方がいいと思うんだよね。そうだよね、あの真夏の中でね、選手は走らせてね。そうそうそう、冬のあのオリンピックだったらね、雪とかこう氷とか使うからもうしょうがないんだけど、うん、夏走らなくてもいいじゃんね、うん、わざわざね、そうそう、もっと涼しい時に走り、選手殺す気かみたいな。オリンピックね、もう先進国でやる必要ないよ。そうだよ、金儲けのためでしょ、うん、勝手に建物バンバンだよね、うん、金儲けのくせにそこの国民儲かんないからね、うん、どうしてくれるんじゃんって感じ、うんうん、ねえ、税金使ってね。はいね、うん、うん、だからじゃあきっぱりタバコをやめます。うん、あ、タバコの話になったの。うん、高額のお弟子や。ああ、そういうことね、うん、タバコは今どれぐらい吸ってんの？一箱
あ、一箱に減った、うん、1ミリの一箱でしょ、うんうん、あ、減ったね、もうやめられる、素晴らしいね、うんうん、育てて、無駄な税金は払わない。あ、そうだね、うん、ちゃんとみんなのために配分してくれるんだったらいいけど、そう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 、変なものにしか使わないようなんだったら、うん、税金ボイコットだね。税金ボイコットだよね、うんうん、まあ取られちゃうんだけどね、うん、だからまあ取られる分はね、文句言わないといけないね、うんうんうん、だあの取られる分、文句の権利がさ与えられたと思ってさ、みんなわーわー言わなくちゃね、うん、そう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 、うん、払わないで処罰されるんだからさ、うん、こっちはもう文句言うしかないよね。そうだよ、うん、なんで法律破って有権者買収してんの。麻雀、賭け麻雀やっても捕まんないやつもいるし、うんうん、まあ、ふざけた世の中ですな、うんうん、老害がされ、うん、そうだ、うん、やめたろう日表、うん、まあそんなところですな、うん、はい、じゃあ明日は何をしますか。明日はライブです。明日はライブね、はいはいはい、じゃあお疲れ様でした。アツオグランマザー、はい、チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。はい、お疲れ様でした、はい。